腰のカンアオイは、馬の鈴草カカンアオイ族の常緑の多年層。根茎は、安視色をし、短いが太く、地上を補服する。根茎の石管は普通短く詰まるが、時に石管が伸びて1 5トルに達するものもある。茎先から傭兵が出て、傭兵は長く2 0トルに達することもあり、普通安視色になる。葉質は、やや厚く、葉は、 卵状高大円形、または卵状方、小形で、長さ9から1 2トル、幅6から8トルになり、先端は A かしら、基部は心形になる。葉の表面は暗緑色で、光沢はなく、反紋があるものとないものがあり、単毛が散るし、裏面は単色で、毛はなく、葉脈が紫色を帯びる。下記は3から5月。 茎先に全体が暗色、または、泡紫色の花を1個つける。花に花びらはなく、隠れペンが花弁状になる。学頭は太く大きな筒状で、学頭上部がくびれることはなく、長さ15から20ミリメートル、計14から24ミリメートルになる。学頭内壁には、格子状に隆起したひだがあり、9から15個の縦ひだと約7個の横ひだがある。 学列片は甲ラン系で、質が厚く無毛で、長さ約1 2ト、mm、ル、幅約1 4ト、mm、ルになり、平らかいし、表面は滑らかである。湯髄は暗視色で12個あり、脂肪壁に短い花糸で、内外二輪につき、約は外側を向く。脂肪は上位で、学頭内で高く盛り上がる。下中は6個あり、それぞれが合着しないで直立し、 背部が伸びて長い角状になって、学頭の入り口付近まで達する。中東は楕円型になり、下中の角状突起の外側に、側生する。岐阜町の幼虫の植草となっている。日本固有種。本州の日本海側、秋田県南部、山形県、新潟県、福島県西部、長野県北部に分布し、低地から、山地の主に落葉紅葉樹林の林下に生育する。 日本海側と説地帯に適応した種である。前川よのれは、新潟県ではすでに知られていた本種とまだ正式に発表されていなかった雪国間葵の地理的分布を調べた。その結果、新潟県中越地方においては、フォッサマグナの桃園である柴田小出構造線の西側には本種が分布し、その東側には雪国間葵が分布している、としている。和名。 腰の勘葵は腰の勘葵の意で発見地が新潟県であることから腰の勘葵の意味。種商明メガケーリクスは大きな額のの意味。ありがとうございます。